の3人と1回戦勝ち上がりの6人、計9人で戦う準決勝は3試合。そこで勝ち上がった3人で決勝戦を戦う、合計10試合の真剣勝負。各大会の優勝者には賞金30万円が贈られます。1回戦 B グループは8連続ストライクの寺下が準決勝進出。スコア236の浅田がワイルドカード候補となった。そして1回戦 C グループを戦うのはこの3選手。ハマッコフルスロットル、三浦美里。もういつかはこう声が聞いただけたらなっていう気持ちで、ボーリングの技術だったり成績だったりも意識してこう頑張ってはいたので、今日になってよかったです。2018年に行われた第3回次世代 P リーガー発掘プロジェクト、当時22歳の三浦はこのオーディションに挑戦。しかし P リーガーには選ばれなかった。あの時の、まあ、悔しい気持ちだったりとか、もう本当に何もできなかったなっていう気持ちが強かった、まあ、発掘プロジェクトだったので、その後悔しさを糧に公式戦で優勝2回、実力をつけ P リーグへと這い上がってきた。もう最後の一投まで自分ができることを精一杯出し切って頑張りたいと思います。応援お願いします。三浦美里の P リーグデビュー戦、その勇姿を見逃すな。型破りなバックアッパー、岩見綾乃。現在実力急上昇中、桑田カップで公式戦自身初の決勝に進み2位と大躍進。楽しみなのが三浦美里プロが今回初出場ということでね、あの解説してる矢野金太プロが2人とも師匠なんですよ。なんでちょっと弟子対決みたいな感じで、そこはちょっとはい楽しみです。 P リーグの解説でおなじみ矢野金太プロ、岩見は2012年より矢野プロに弟子入りし、三浦はその前年から矢野プロに指導してもらっていた姉弟子。今回 P リーグで姉妹弟子対決が実現した。美里ちゃんのが早めに習ってたんで、ちょっと挑戦する気持ちでね、はい、いい勝負できるといいなって思います。新生キラキラボーラー、下入かな。前回大会およそ2年半ぶり2回目の優勝を果たした下入、その反響はどうだったのか。公式戦とかで頑張ってもあまりなんかもうちょっといけたよねって言われることが多いんですけど、 P リーグは1回戦突破、準決勝突破ってなればなるほどお客さんにすごいって言われました。改めて P リーグの影響力に驚いたという下井で、恥ずかしいことに多分今までで一番緊張してるので気を合わず楽に投げたいなっていうふうに思ってます。応援よろしくお願いします。自然体の投球でまずは1回戦突破を目指す。P リーグシリーズ2023第1戦、そして記念すべき P リーグ第100戦となる今大会、この時間は1回戦 C グループの模様をお伝えいたします。解説には矢野金太プロです。矢野さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、いよいよ三浦美里のデビュー戦ということになりますね。はい、楽しみですね。はい、 C グループは三浦美里、下井出から岩見綾乃の3人の戦いとなります。まずは三浦美里、さあどうだ、ストライクスタート。さあ、そしていきなり稲妻ポーズを見せて、はい、三浦いかがですか。そうですね、本人の中ではちょっとこう外に出てしまった、右側に出てしまったような投球だったんですが、はい、しっかりとボールが戻ってきてくれて、ストライクになってということで、いいスタートが切れたと思います。まあ、これでね、緊張が解けるといいんですよね。はい、そして今大会一番こう今までで緊張していると言っていた下井出かなです。そう、なんといってもね、前回99戦のチャンピオンですからね。はい、ここもいい形で入ったと思いましたが、天秤が残ってしまいました。ここは9本カウントからのスタート。さあ、そして岩見です。この三浦と岩見は矢野さんのお弟子さんでもありますね。はい、指導させていただきました。はい、その2人の対戦ですが、ストライク、お互いストライクスタート。まあ、この2人もね、非常に楽しみにしているというふうに試合前にも語っていましたね。三浦岩見がストライクスタートとなっています。さあ、前回チャンピオンの下井出かな、
アークはきっちり決めていきました。さあ三浦美里の2フレーム目ですが、三浦はどういった選手になりますか？もう非常にこう安定感が出ましたよね、はい、比較的オーソドックスなフォームで、フィニッシュもしっかり止まってボールも強いんですよね、はい、まあ、これからどんどん楽しみになってくる選手です。さあこの2フレーム目、ここもストライク、ダブルスタート。田中さん、はい、三浦美里ですが、Pリーガー発掘オーディションの際は自分に自信がなくて自分自身をアピールすることができなくて落ちてしまいました、はい、今回 Pリーグデビューは後悔しないように自分自身を出し切って1秒でも長く映れるようにしたいですねと試合前話していました。もう高校時代から Pリーグに出たいと言っていて、ようやく出られたということですよね。成長を見せたいですよね、はい、さあしごいで、今度はストライク、納得のストライクという形ですね今のはね。さあ一方の岩見、 A グループの中野そして小林のねラインをずっとこう見てましたよね。さあそしてダブルスタート、好ゲームの予感漂う序盤戦、試合は見逃せない展開が続く。この場